情報を伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手ありです。しかもそんな大変で説明してなかった。まだ読んでます。しかもボタンも開いてますよ。心配ですね。姿勢よくが。ということでね、ちょっと24時間もあるんで MC4 人体制ということで、そうですね、はい、お送りしていきます。でちょっと長丁場になるんでね、座らせてもらおうかなっていう。そうですね。ちょっと座らせていただきます。はい、ということでですね、はい、もう第50回記念ということで長いですね、もうね、すごいですね、いろいろありましたね、本当にね。ということでね、ちょっと50回のうちで、はい、印象に残ったね回をちょっとみんなにね、振り返ってもらおうかなと思うんですけど、やってるからな、はい、でまあ簡単にその、ね、動画の紹介とかしながらやっていこうと思うんですけど、そうですね、まず庭田はどうですか。そうですね、私はやっぱり第1回の放送ですかね、はい、第1回はいつも番組を見てくださっている方は知っている方も多いと思うんですけれども、松金に騙されて番組に連れてこられたっていう、はい、しかも番組の30分前ぐらいに連れてこられて何にも分かんない状態で行ったら、はい、なんかすごい討論のこう丸い円になってて、社会人の人が学生もブワーって座ってて、うん、ブワーってなってっていう覚えがあって第1回の時は今みたいにこう、はい、ゲストとあと MC とっていう風に2人でお送りするっていう感じはなくて、はいはい、第1回はそうだったんです、討論会みたいな感じだったんですけど、う、ね、もうビクビクしながら、うん、はい、その場にいた覚えがあります。うちのスタッフね、基本的に松ヶ谷さん騙されてるとこ多いです。そうなんですよ、それがきっかけみたいなね。いやー、そんな感じのとこあるんで、これからも松ヶ谷さんのコーナーそんなの多いんですけど、今日もそうですね、されちゃう。今日松ヶ谷さんが担当するコーナーもそんなんばっかです女子を騙してどうのコーナーそういう感じで、お金は帰れなくしてやろうと腐ってますいや、そんな感じですけど、次に三上さんどうです。私はですね、一番印象残ってる、私はそうですね、うん、17回目が一番印象に残ってて、はいはいはい、それ実は私がゲストとして初めて、うん、そうなんです、ダイヤモンドで出演した番組だったの。あ、そっかそっか、17回頃か、うん、そうなんですね、はいはいはい、まあ、それで、うん、そのまあ、その番組の段取りとかも、はいはいはい、その時 MC していただいた岩田さんと、私初 MC だったんですよ。そうだそうだそうだ、どっちも初めてだった。そうだね、初めて同士みたいな。ほんと申し訳ない、本当に、すごい良かったです、ね、ありがとうございます。すっごい滑舌良かったなって、もうびっくりして、礼儀正しかったです。いや、でもですね、あの時に実はその配信に行くのがちょっと自分恥ずかしながらちょっとギリギリだったんですよ。なんか8時半過ぎちょっとぐらいにちょっとこっちに入って、はいはいはい、めっちゃ息切れしたままなんかゲストとして呼ばれなんか最初の名前呼ばれて入ってこう返事するじゃないですか、はいはいはい、あれもなんか若干こう途切れ途切れ、はい、あれを見るとめっちゃ恥ずかしいんですよ
でもそれでなんか息切らしてたからハキハキしてたのか知らないですなんかね。もうやけになってた。すごい勢いあった気がしてた。はいはいはい。そっかそっか。次になんかなんか喋りたそうなしてるから。松田さんはどうですか？やっぱ僕は、うん、第18回ですかね。18回。うん、それは18回か。18回。はいはいはい。思い当たる節ありますか？ちょっとないですよ、ね。ないですよ、ね。あんまり嘘嘘近いは覚えてないな。僕が初ゲストとして登場した回ですけど。あ、そうなの。そうですね。あ、そうなんだ。学生団体シーチェックさんはい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 、はい、ところの会員として出た回なんですけど。はいはいはい。あ、そっか、なんか松田さんがパソコン持ち込んでて、はい、でそのなんか画面が反射してすごい青白い顔になってて、そうだそうだ、すごいなんか松田さん青白いなみたいな話をしてた時から、うん、めっちゃメガネ反射してましたね。まあ、そっかそっか。そのメガネ反射してたのが思い出だった。そう。まあその反射してたのが思い出だった。ちげえよ。内容合わせただけだろ今。ちげえだろ。じゃあお世話さん大体これでいいですか？VTR 見ながらもキャラだいぶ大きい。いいよ、もう紹介してた。姿勢良くないですよ。そうですか、そうですか。すでに姿勢良くないですか？見られてますよ、全世界の全世界に。一応全世界の話してますからね。そちらカメラ。そちらカメラ。大丈夫かね。はい。企業の人に感じてね。じゃあ、まずはいいですかね。じゃあ、そろそろいいですね。じゃあ、なんかね、もう今日のね、MC の妹さんは、はい、どうですか、何か一番考え深いなっていう。はい、ありますか？ってか僕メイン MC だったんですよね。実はメイン MC なんですよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。そうなんですよ、はい、僕が一番感慨深かったのは、うん、まあ感慨深いって言うとあれですけど、第36回、うん、第36回の、うんうん、学生復興会議っていうのを毎回担当してるんだけど、あー、なるほど。なんか松金しらしらしい、やめろよ。もうやめろ。で、まあその36回の、うん、まあ学生復興会議のテーマを、まあ、原発っていう風にして、うん、そのそう原発について学生で本気で議論をやろうということを企画したんですね。で、まあ、EBSG っていうね、うん、団体の皆さんと一緒に、そうですね、そうですね、あの、アミさん率いる、あー、アミ様皆さん、アミさんに対する反応がすごい今見てますかね。そうですね、アミさんとか見てらっしゃいますか、ぜひコメントくださいっていう感じですね。本当にその、まあ、学生復興会議っていうことで、まあ、学生で、まあ、賛成派4人、反対派4人を作って、まあ、本気で原発についてね、まあ、議論しようっていう、まあ、その反対だけじゃなくてちゃんと賛成派の意見も入れながらやっていこうってことをやりまして、ちょっと疑問だったんですけど、うん、その時の会って賛成反対だけじゃなかったですね。そうありませんでした。そうですね、賛成派と反対派となんかファクト派っていうのが現れてあったんですよね。そう、だから賛成するわけでも反対するわけでもなく、うん、アミさんがですね、あの事実を淡々と報告してくれるっていう。もう本当にアミ様すごかった。そうだから資料何でしたっけ、もうそれぐらい厚く160ページぐらいの資料を使ってきてくれたんで、その160ページの資料をもとに、ファクトを紹介しますとって言って毎回その事実を報告してくれて、なかなかね、強力なね、あの会がありましたね。あの会は僕すごい印象に残ってますね。はい、大体みんなの印象に残る回ですけど、まあ、そこから次にね、ちょっと今日じゃあ実際24時間も何やんのって話なんですよ。本当ですよね。だから僕らもちょっとよく知ってないんですよ。はいはいはい、怖いもん。でその24時間 の、 あの中でちょっとおすすめのコーナーとかをね、あいっぱいぜひ紹介してほしいなと思うんですけど、コーナーなー、全部おすすめなんだけどなー。全部か。じゃあ庭田からちょっと特にこれっていうので、そうですね、私が一番こう見てほしいのは、うん、はい、深夜の1時30分か2時30分、うん、遅いですね。本当に深夜枠なんですけど、深夜枠にする、うん、あのこれからの八戸の話をしようというコーナーで、はいはい、私が八戸出身というのもあって白々しい。あとそれ以外にもこのイファイアムのスタッフだったり関わってくださっている方だったりっていうのが、はいはいはい、結構八戸にゆかりのある人が多くてですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そういえばそうか、はいはいはい、そうなんですよ。今日 今配信の方やってるロン君だったり、うん、はい、あといつも 5H を貸してくださって、こう、うん、私たちのサポートをしてくださってる牛田さんだったり、はいはいはい、実は八戸ゆかりがあるんですよ。じゃ結構八戸1人、あんま3人だけどいるんですね。まあ比率的には多いんですね。はいはいはい、もっと募集してほしい。そっか、八戸か、青森か、青森ゲストにしてる。青森の比率多いですね。じゃあ1時半ぜひ。
青森県の人、ぜひ週末なくなりますけど、はい、そうですね、そのこれからのっていう意味はですね、うん、実は八戸ってもう、うんうんうん、はやぶさが開業して通過駅になってしまったんです。もう新青森まで通ってしまったんですよ。そこがちょっとね、通過しちゃった通過しちゃったので、もうこれからどうしようって思って、そういうこれからなんですか。そうなんですよ、なかなか狙ってくるんですね。はいはいはい、なるほどなるほど。なのでこう八戸の魅力だったりっていうのをね、うん、まあ、いっぱいお送りしたいなと、はい、それと共に、はい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 、ちょっと恥ずかしながら、はい、え、何何やるんですか。高校の時の制服を着させていただきます。マジで、すいません、なんか本当に、まあ、深夜ってこともあって、本当に拍手が鳴り止みませんよ。わーセーラーです。放送始まって以来一番の拍手すごい、なんか何時って聞かれてるのも。じゃあもう一回、じゃあ1時30分か2時30分までの1時間ですね。ニワタのセーラー服が見えますよ。もうめっちゃ恥ずかしい。カメラマンの嬉しそうな顔。大友くん。はい、なのでその辺もちょっとチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで、恥ずかしい。1時半からよろしくお願いします。じゃあ、はい、次に三上さんはどうですか。そうですね、はい、おすすめコーナー、おすすめコーナー、うん、私は学生復興会議がおすすめ、会議一押しのおすすめでして、ちなみにどういうのですか。この番組コーナーでは、はい、今回農業に関してそのテーマとして取り扱って、うんうんうん、学生で、ま、議論交わすっていう話なんですけど、うんうん、ま、これいつも根本さん MC で普通の1時間配信でもやってますよね。はい、実はやってます。今回は、はい、夜の11時から1時まで2時間なので、ちょっと遅いですけどね。遅いですけどね。はい、2時間なので、いつもよりその内容の濃さも多分もっと倍増するんじゃないかなって思って、楽しみ。その番組に、はい、そのコーナーに出るのも、はい、ボランティアとかで、うん、現地の方に行って、その農業に携わっている人とか、うん、あと学校で農業について勉強している方とかで見て、うん、内容もだいぶ展開するんじゃないかなって思って、そうですね、なかなか。ということで、そちらが11時から、11時から夜の1時まで、はい、2時間。そしてツイッターでね、意見とかも募集するので、はい、だからその時に、なんだろう、農業について熱い思いがある方は、ぜひ、このソーシャルストリームって言うんですけど、こっち側から入ってもらって、ガンガン意見とか言ってもらって OK なので、よろしくお願いします。はい、はい、ちなみに私もそのコーナーに出演するので、出演しております。はい、そうじゃないわ。今山の他にも違う団体にも、そう、農業系の、そう、見守りたいっていう団体で、農業について、ちょっとやってるので、うん、まあ、いろいろみんなと話したいなって思ってるので、うん、楽しみです。はい、ということで、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ということですね。三上さんは制服着ないんですか。制服着てほしい、着てほしい、着てほしい。すごいなんか、待望の声が今、やっぱりカメラマンからあるんですけど。カメラマンから。じゃあ、ちょっと怪しまで帰ろうかな。怪しいですからね。ちょっと考えてください。考えて、はい。じゃあ次に松金さん。松金さんおすすめのコーナーありますか。うん、あります。ありますか。あるんですか。紹介、じゃあ紹介して。扱いが扱いだ。明日の17時半から、はい、まあ、明日の午後5時半ですかね。うんうん、被災、まあ、被災地というかその石巻と松島を回ってきたんですよ。はい、イフアイアムメンバーで。はいはいはい。OK。そうです。その様子を、はい、映像で残してきた。何カメラですね。はい、このカメラで回してきたんですけど、まあ、そのね、はい、島のグルメであったり石巻 の、 その美味しい食べ物とか、うん、まあ、いろんな雑貨屋さんもあったりして、はい、ちょそこの様子を伝えたりだとか、お、まあ、僕の様子を伝えたりとか、それはいいんですけど、なんで自己満足になっている部分もあるんですけど、はい、それを明日、はい、夜夕方のね、5時半から、はい、うん、回していきたいと思いますので、ぜひ見てください。夕方5時半から、はい、よろしくお願いします。なんかちょっと後ろ騒がしくないですか。だんだんちょっと、なんか誰か、何か出てきましたね。どういうこと、どういうこと、これ。わらわらわらっと。あれ、なんか。ということですね、はい。何ですか。実は、こちら、後ろにね、模造紙を用意してるんですけども、この模造紙に、今までの If I Am 見てきた感想であるとか、うん、If I Am のメッセージとか、ありがたいわ。嬉しい。あとは、まあ、東北へのね、なんかメッセージみたいなのを、ぜひ会場に来てもらって書いてもらおう、
いうことで、実は今日石巻とかからもね来てくださってる方々いて、嬉しい、はい、本当に。でその方々がこうやってどんどんメッセージを書いてくれるということで、うん、ぜひ見てる方々もあのファイブブリッジで検索したらここの場所が出てきますの で、 そ、 うです、ね、そちらを参考にしてぜひ来てもらったら嬉しいなと、そうですね、いう感じですね。はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、であと僕のおすすめも紹介させてもらっていいですか。あ、はい、あるですか。すいません、ちょっとマスガネ的扱いしちゃった。そうですね、マスガネ的扱いで大体意味が通じてくるっていうそれがもう問題ですけど、はい、根本さんのおすすめコーナーっていうのは、はいはい、学生服会にも出ちゃったんですよ。そうですね、はい、僕としてはですね、明日実は24時間ということで、うん、朝もやってるんですよ。そうですよね、朝っぱらからずっとやってますって、夜中もやってます。そうですよね。でその朝っぱらはね、うん、6時半から、あのね、ラジオ体操をしようと思うんですよ。健康的健康的、はい、しかもそのラジオ体操、ただのラジオ体操じゃないと思う。なんすか、ちょっということで、あのオラホのラジオ体操。なんだそれ、チラ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 、辛いよ、なんかだんだん辛くなってきたよそれもだよあのですね、オラホのラジオ体操っていうのがありまして、石巻の、まあ、方言でラジオ体操をやるっていうね、すごいね、なかなか激しいのがあるんですよ。多分あのね、YouTube とかで見てもらうとあるんですけど、多分開始10秒ぐらいでもう耐えられなくなると思う。結構ね面白いです。でそのすごい力がねもらえるんですよ。そのねラジオ体操、オラホのラジオ体操を明日の6時半からみんなで踊ろうと。踊るっていうんですかね。分かんないけど。そうですね。やろうと思っております。ということで、ぜひそちら現地に来ていただいても構わないです。片平キャンパスでやるのかな。片平キャンパス近くとかでやる予定なので、もし明日6時頃起きてる方いたら、一緒に踊ってもらっても構わないです。なんか音が聞こえたなって思ったら。踊るなのかな。体操していただくのかな。踊るだとまた違うのかな。踊るのは、うん、はい、そうね。ヒップホップになっちゃうから。まあ、そんな感じでやりますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、そうですね、はい、改めてこの番組の視聴方法をちょっと、ね、あ、そうですね、視聴方法としては、はい、まあ、笑顔311で検索していただきますと、はい、まあ、僕たちのブログとかが出てきまして、そこのまあブログですと2番目に、まあ、ユーストリーム放送 FIAM というふうに書いてあるので、そこをクリックしてもらえばすぐにこのなんと24時間テレビっていう風に書いてある。今のは何だったの。そういうふうに書いてあるんですよ。別に俺がそんな知らずらしいこと言ったわけじゃないからはい、ということで、まあ、すぐに URL 飛べまして、うん、そこから見れるようになってますと、と、うん、いうのも今見れてないんで、ね、まあ、笑顔311で検索してもらえば、まあ、出てきますので、そちらからぜひご覧くださいと。そうですね。はい。あとは、番組にどんどんメッセージを寄せていただきたいなと、ね、あ、確かに、思いまして、あの、そこの、まあ、URL 開くと、右側にそのソーシャルストリームっていうのがありまして、うん、チェックインって書いてあるんですね。そこからチェックインしてもらうと、はい、Twitter、Facebook、Mixi で、はい、あのコメントを入れられるようになってるんですよ、うん、だからそこでコメントを入れてもらえば僕らもこうやって見れるようになってるので、はい、今ちょっと強くなっちゃったんですけど、まあ、ここに出るようになってるので、まあ、それでメッセージをくれればなと思います。そうです、どし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 、ハッシュタグの後ろに笑顔311を載せて、 Twitter だとハッシュタグ笑顔311と入れればここに出てきますので、はい、それでぜひやっていただけたら思います。ということで、そろそろ初めのね、そうそう、じゃあ初め何やるんでしたっけ、松金さん。4つに入ってくるのか、ね、もう24時間配信の山場になるんですけど、もうですか、山場、山場、行くぞ、早かった、行くぞ、あれ、いきなり山場を迎え、多分、はい、こう言って終わったらこう言って、なんてこと言うんですか、そのままですよ、そのまま。次僕のコーナーですからこうならないですよ、こうです、むしろこうです。それほどのメインコンテンツだと、はいはいはい、はい、復興ガールストークっていうものをやろうと思ってまして。復興ガールストークというのはちなみにどんなことですか。はい、あの内容なんですけど、はい、あのフォークの女子大学生ですね、うん、力入りましたね、JD 力の入り方、女子大学生をお呼びして、はい、いろいろ喋っちゃおうと。はい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 、でもいろいろ震災後価値観の変化とかっていうものがあったと思いますし、はい、単純に女子大生何考えてるのか聞きたいっていうのがあって、はい、なんか最近趣味が入ってセクハラくさいですよ、はい、9時なんで9時なんで近い目にね、そうですね、それを、はい、その今から5分後っていうか、まあ、9時半ぐらいからやろうと思ってますんで、はい、なるほど、
じゃあそれに向けてちょっと準備を早速していきましょうか。そうですね、はい、ということでちょっとコメントすでに来てます、ね、おあ、コメントありがとうございます。秋葉忍者さん、秋田もドラクエやっていいですかって断言する。しかも秋葉忍者タミーでしょ、タミー。なんてこと言うんだっけ、タミーなんてこと言ってんの。まだ30分あるぞ。あと23時間あるぞ。しかも口の中に手に出てるし。ちょっとということで、ぜひ飽きずにね、見ていただけたらと思います。いということで、これからじゃあ準備入りますの で, そうです、ね、じゃあ少々5分間後にまた会いましょ う, ということでお会いしましょう。では、はい、またっていうのは終わっちゃいそうだよ。終わっちゃうから。よし、じゃあ準備、準備します。はい、お疲れ様です。